受講されたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。私、はい、地方から来てるんですけど、はい、地元にはこのような講習会がなかったため、はい、いろいろホームページとかで探して、はっきり言って適当に、はい決めました。はい、で、まあ、あの地元特訓としてあの内容を見て、まあ、試験前の追い込みとしてあのいいなと思ったもんですから参加させていただきました。なるほど。そもそもあの電検三種の、あの、まあ、独学で勉強して受験しようっていうのは考えてらっしゃったんですか。はい、あの数年前からちょっとチャレンジをしていたんですけど、まあ、あ、まあ、先ほども言った通り地元にはこういう講習会がなかったもんですから、まああの書店で本買ってやってたんですけど、あの絶対無理だと思い知らされましたんで、はい、ここであの助けを求めに来ました。なるほど。電検難しいですもんね。はい。で、ま、今回参加いただいて、ま、前回から何回か参加いただいてですね、講習会の内容っていうのはどうですか、分かりやすかったでしょうか。はい、あの非常に分かりやすくて、先生も質問を丁寧に答えてくれるもんですから、あの非常に分かりやすい講習会です。はい、はい、授業の内容はどうでしょうか、身につきましたか。そうですね、まあ、昨年から参加させていただいてるんですけど、はい、昨年の受講ではかなりの手応えを感じたものですからね、はい、かなり身についてきてるのかなと思ってます。はい、はい、講習会の、まあ、雰囲気というか、まあ、皆さんの様子というか先生の様子はどうでしょうか。先生の様子ですか。先生は非常に分かりやすくいろんなあの実体験を交えて説明してくれるものですから非常に分かりやすいで、はい、あの皆さんもどんどん、質問してくれるものですから、はい、意外とアットホームな感じの講習会で、はい、楽しく参加させていただいてます。はい、ありがとうございます。先ほどなんか下ネタとか出てましたけど出てないですよね。出てましたっけ。下ネタはあんまり聞いたことは分からないな。まあそうですね、まあ、勉強しに来てるんですからね。そうですね、下ネタとか気にしてられないですよね。じゃあ今後ですね、この電検三種という資格、まあ、合格してあとですね、どのように生かしていきたいと思っていらっしゃいますか。今の仕事でできる限り、はい、生かしていこうかなと思ってます。はい、はいはい、じゃあ仕事で、まあ、例えば上司の方とか同僚の方は電検持ってる方がいらっしゃるって感じですか。はい、持ってる方もいらっしゃるんですけど、資格で試験で受けた方はほとんどいないもんですから、あ、実務経験で、はい、はいはい、っていう職場です。なるほどですね。はい、じゃあ、まあ、大体やっぱ資格取ると、その組織内ではだいぶ上に行けるキャリアアップになるっていう感じですかね。キャリアアップにはつながらないかもしれないですけど、自分の中のモチベーションが上がってきますんで、はい、はい、なるほどですね。はい、はい、じゃあ最後にですね、このアンケートをお聞きの方へですね、メッセージなんかをお願いできればと思います。はい、はい、この講習会は、講師の先生をはじめ運営されているか皆さんが非常に熱があるので、電気の知識が全くなくてもやる気さえあれば何とかしてくれるなっていう感じがします。一度講習会に参加してくれれば私の言ってることがすぐ感じられると思いますんで、あと地方から出てきてるんで交通費とかかなりかけてるんですけど、それ以上の、効果はありますんで、地方からの参加もぜひしてもらいたいと思ってます。はい、温かいメッセージをどうもありがとうございます。はい。